い、皆さんこんばんは。かすみクラブのお時間です。今日は新作こちら、じゃん、ペヤング黒豚骨焼きそば。熊本ラーメンをペヤングで再現した商品です。濃厚な豚骨の旨味と黒麻油の風味を効かせることで本格的な味わいに仕上げました。はい、熊本ラーメン、美味しそうですね。黒麻油っていうのはちょっとよくわかんないんですけど、はい、食べていきます。火薬、そう、23分待ちましょう。じゃん、黒麻油、うおー、すごい油が。はい、じゃあいただきます。うん、美味しい。これが黒豚骨、熊本ラーメン、黒麻油。なるほど、美味しいじゃないですか。美味しいけど、これ再現できてるかわからないけど、単純に美味しい。美味しいけどしょっぱい。味付けはしっかりしてます。濃厚な豚骨の旨味ありますね。ただ黒麻油っていうのが何なのかわからないけど、男の子が翻訳しました。黒ごま油ベースらしいです。アレクサ論的にはニンニクも効いてるしね、いろいろ効いてるから、実際匂いとか香ばしさ的には分かんないけど、焦がしニンニクなんだ。じゃあごま関係ないの。アレクサ嘘つきじゃんね。え、黒ごまじゃねえじゃん。焦がしニンニク、へえ、美味しい。焦がしニンニク油なのになんでマー油ってんだろうね。魔法の油って呼ばれていたからマー油らしい。あれ、そうじゃねえか、ごま使ってねえじゃん。ネギの食感もいい。はい、完食、ごちそうさまでした。はい、ってことで評価いきます。今回のペヤング黒豚骨焼きそばの評価は星5つ中5点。いやー、ちょっと思い切っちゃいましたね。そもそも黒豚骨、黒麻油っていうのを知らなかったんですけど、すごく美味しくいただけました。うん、それだけ。うん、すごく美味しかったので、これぜひ食べてみてください。皆さんチュルって美味しく食べられちゃった。皆さんぜひね、買ってみて食べてください。はい、コメントお待ちしております。チャンネル登録お願いします。